今回は10月から11月までひまわりが見ごろの市川町せせらぎの湯に併設されている思い出博物館に来ました。営業時間は10時から17時、第1月曜日がお休み、料金は無料です。一歩足も踏み入れるとレトロな雰囲気が漂っています。思い出博物館は懐かしカメラ館とほのぼの夢町館からなる博物館。明治大正時代から昭和のレトロなアイテムが展示されており、レトロ好きにはたまらない施設です。カメラは800台も展示されているというから驚きです。カメラには詳しくないですが、デザインが可愛すぎます。とても貴重な古い新聞記事や雑誌も自由に閲覧できました。写しきれないくらいレトロ雑貨や家電があります。2階の町の博物館などもありましたが、鍵がかかっていて入ることができませんでした。世界各国の蝶が約1700種、約6000頭も展示されているそうです。駐車場前には足湯も無料で利用することができます。手ぶらでも安心、足浴時に必要なタオルも200円で販売されていますよ。横にとても広いのでゆっくり入ることができそうです。帰りにヤギがいるというお店に寄ったのですが、今年の夏に亡くなってしまったそうです。アイスはとっても美味しかったです。これからも兵庫県の魅力を紹介していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。